こんにちは、モンチーパンダガラスのモさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー15です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。ブロワーを改造してサンドブラストをします。砂を勢いよく吹きかけて表面を削ります。表面に傷をつけます。 表面の艶がなくなります。右が完成品です。つや消しになりました。こちらも右が完成品です。つや消しになりました。こちらはタイルに砂を吹きかけました。金属のカップに砂を吹きかけました。金属のパイプに砂を吹きかけました。 ジェラルミンに砂を吹きかけました。プラスチックに砂を吹きかけました。ガラス瓶に砂を吹きかけました。模様が見やすいように絵の具を溶かした水が入っています。ペットボトルに砂を吹きかけました。ブロワーを改造したものは abc の3タイプありますが、最終型は c タイプです。しかし、まだ使いにくい部分があります。改善の余地があります。未完成だと思います。両方とも c タイプです。ホースの位置と長さが違います。性能は同じです。b タイプも c タイプも性能はほぼ同じです。しかし、b タイプの方が、 少々砂が詰まりやすいです。B タイプにはホースがありません。A タイプは砂を当てる力が弱いです。傷をつける力が弱いです。先端は無改造です。B タイプと同様ホースがありません。C タイプの製作方法を説明します。ホースの長さは500ミリと350ミリの2種類です。このブロワーを改造します。 先端の黒い部分はゴムでできています。取り外します。5.7ミリの穴を2つ開けます。穴を開けた位置です。千枚通しを熱したら、500ミリリットルのペットボトルに穴を開けます。5.7ミリのドリルで穴を広げます。 千枚同士を熱したらペットボトルのキャップに穴を開けます。先ほどと同じく5.7ミリのドリルで穴を広げます。セリアのエアチューブです。水槽のポンプに使うホースです。直径6ミリです。長さ80ミリと500ミリに切りました。しかし500ミリの方は最終的に 350ミ、mm、リになります。長さ80ミ、mm、リのホースをペットボトルの穴に差し込みます。ダイソーの自転車用ドリンクホルダーです。先ほどのペットボトルを入れます。長さ500ミ、mm、リのホースをキャップの穴に差し込みます。先ほども言いましたが、 長さ500ミリのホースは、最終的に長さ350ミリになります。先端のゴム部分に開けた穴にホースを差し込みます。差し込みました。先端のゴム部分を本体にはめ込みます。大きなクリップでブロワー本体を挟みます。 ペンと輪ゴムでドリンクホルダーを固定します。これでおおよその形ができました。このままだと先端の穴が大きいので穴を小さくします。これはキンブルで税込み88円でした。画像検索で調べたのですが、 これが何かはわかりませんでした。中にはドロッとした液体が入っています。穴の大きさは左右で少し違います。今回は左側の内径8ミリの方を使用しました。先端に差し込んだらビニールテープで固定します。ちなみにこのテープはキンブルで10円でした。 これで完成です。クリップは砂の落下を止めるために使用します。今は外しておきます。一度使ってみたら、キャップ部分にホースがない方が砂が入れやすかったので、ホースの位置を変更することにしました。千枚同士を熱して穴を開けます。キャップにつけたホースをこちらの穴に移動します。 ホースが入りました。キャップは穴が開いていないものに取り替えます。ホースが長かったので切ります。ホースの長さは500ミ、mm、リから350ミ、mm、リになりました。最終型 C タイプが完成です。しかし、使いにくい部分もあります。改善の余地があります。 未完成だと思います。両方とも C タイプです。ホースの位置と長さが違います。性能は同じです。コーヒーの瓶にジェルステッカーが貼ってあります。ジェルステッカーについては後ほど説明します。瓶が動かないように重りとして砂を入れました。砂の飛び散りを防ぐために袋の中でサンドブラストします。最終型 C タイプでサンドブラストします。 砂が落ちないようにクリップで止めます。この上後はキンブルで10円でした。ホームセンターで購入した砂を入れます。砂の詳細は後ほど説明します。クリップを外して砂を落下させます。15秒で砂が止まります。砂が溜まります。 空気を出すと同時に砂が飛び出てきます。砂が勢いよくガラスに当たり、ガラスに傷がつきます。曇りガラスになります。同じ繰り返しです。15秒で砂がたまります。ガラスに向けて砂を勢いよく当てます。砂を溜めては吹き出します。砂を溜めては吹き出します。これを繰り返してガラスに傷をつけていきます。 このやり方は時間がかかるのでできれば空気と砂をずっと吹き出していたいです。えしかし空気をずっと吹き出していると砂の量が足りなくなり傷がつかなくなります。空気の量と砂の量のバランスが悪いみたいです。このあたりが改善できれば作業効率はもっと良くなると思いますが、どこをどう調整すれば良いかわかりません。 砂が詰まりました。落ちてきません。ペットボトルをペコペコ数回押すと、砂が落ちます。作業を続けます。現在ホースの直径は6ミリですが、8ミリのホースで、砂がもっと落ちるようにもしてみましたが、そうすると、今度は砂ばかりがたくさん出て、傷があまりつかない結果になりました。砂ばかりが多いとだめ。 空気ばかりが多いとダメ。砂と空気のバランスが重要みたいです。先ほども言いましたが、そのあたりのバランス調整がうまくいきません。まだ改善の余地がある状態です。未完成だと思います。ここまでの作業で約4分かかりました。 一応こんな感じで傷をつけることはできましたが、エアーコンプレッサーを使用するサンドブラストと比較して何倍もの時間を要していると思います。こちらの瓶はマスキングテープをデザインカッターでくり抜いたものです。詳細は後ほど紹介します。瓶が動かないように重りとして砂を入れました。先ほどと作業内容は同じです。砂を勢いよく瓶に当てます。 マスキングテープ以外の場所に傷がつきます。完成品は後ほどお見せします。ガラスの風船です。ペンで塗っている理由ですが、砂を当てた時にペン跡が消えることで砂がどこに当たったかをわかりやすくするためです。しかし、この色のガラスでは砂の当たった位置が白くなり確認できるのでペンは不要です。 むやみにペンを使うとペン跡を消すのに苦労する場合があるのでペンは基本的に使用しない方が良いと思います。こちらはタイルです。同じようにペン跡が消えることでどこに砂が当たったかわかるようにしています。こちらの色ではペンは有効的だったと思います。飛、えっと、び散った砂を回収してふるいにかけます。 袋に残った砂を回収します。砂は何回か繰り返し使用します。ここまでは C タイプで作業していましたが、ここからは B タイプで作業した映像です。B タイプも C タイプも性能はほぼ同じです。しかし B タイプの方が少々砂が詰まりやすいです。B タイプにはホースがありません。ガラスではなくプラスチックに傷をつけます。 このプラスチックに関しては後ほど説明します。この姿勢での作業は大変疲れます。自作したサンドブラスト機も未完成ですが、この作業姿勢も未完成だと思います。改善の余地があります。完成品は後ほどお見せします。こちらの素材はジュラルミンです。文字は木工ボンドとグルーガンで書きました。詳細は後ほど説明します。 傷がついていない部分をわかりやすくするためにペンを使用しています。先ほども言いましたが、ペンを使いすぎるとペン跡を消すのが大変になるので、ペンの使用は最低限にした方が良いです。完成品は後ほどお見せします。動画140で作ったカエルです。すでに砂を当てた部分が一部ありますが、このガラスの色は砂がどこに当たっているのか、 確認しづらかったので、ペンを使うことにしました。まだ砂が当たっていない部分に、ペンで印をつけます。ペン跡が消えることで、どこに砂が当たっているかわかります。今回自作したサンドブラスト機の性能では、これぐらいの大きさの対象物が作業に適していると思いました。 これぐらいの大きさのものなら、作業時間もさほどかかりません。あと、非常に作業しやすいと思ったのは、対象物を回転させて、砂を当てる位置を簡単に変えれるところです。ちょっとしたことですが、作業がスムーズに進み、楽に感じました。こちらはガラスの瓶です。文字は木工ボンドで書きました。 詳細は後ほど説明します。スイッチのオンとオフを繰り返しながら砂を当てています。このやり方も有効的だと思いました。先ほども言いましたが、本当は空気を連続で出しながら作業したいのですが、そうすると砂が少なくなってかえって傷がつきません。空気と砂のバランスがうまく調整できないので、このように オンとオフを繰り返しながら作業しました。完成品は後ほどお見せします。こちらはペットボトルです。木工ボンドとグルーガンで文字を書きました。詳細は後ほど説明します。先ほどと同じです。スイッチのオンとオフを繰り返しながら砂を当てています。ペットボトルは簡単に傷がつくので作業が楽でした。しかし、 ペットボトルの取り扱いには気を使う必要があります。例えばテーブルの上で倒れるだけでもちょっとした傷がつく可能性があります。知らないうちに知らない傷がついている場合があるので気をつける必要があります。ホースの位置から先端までは190ミ、mm、リです。先端は無改造です。 A タイプは砂を当てる力が弱いです。傷をつける力が弱いです。A タイプで作業している場面をお見せします。このガラスの瓶の詳細は後ほど説明します。一応傷をつけることはできますが、なかなか傷がつきません。何度も砂を当てて瓶に傷をつけました。なんとか傷はつきましたが、傷が薄いです。傷が薄い場所にペンで印をつけていますが、これは失敗です。 ペンは不要です。ペンを消すのが大変になるのでむやみにペンは使わない方が良いです。最終型 C タイプでペン跡を消します。ペン跡を消すのに苦労しています。ペンを使用したことを後悔しています。むやみにペンは使用しない方が良いです。完成品は後ほどお見せします。 先ほども言いましたが A タイプは砂を当てる力が弱いです。先端は無改造のため穴が大きすぎると思います。砂が落ちるホースから先端の出口まで190ミ、mm、リあります。長すぎるかもしれません。B タイプも C タイプも性能はほぼ同じです。しかし B タイプの方が少々砂が詰まりやすいです。B タイプにはホースがありません。 B タイプも C タイプも砂が落ちるホースから先端の出口まで200ミリです。長すぎるかもしれません。A タイプ、B タイプ、C タイプと紹介しましたが、最終型は C タイプです。しかし使いにくい部分もあります。改善の余地があります。C タイプも未完成だと思います。両方とも C タイプです。ホースの位置と長さが違います。 性能は同じです。今回使用した砂です。ホームセンターで購入しました。湿っていたので乾燥させます。蛍光灯のカバーに砂を入れて干しました。乾いた状態です。ふるいにかけます。 細かな砂と砂利に分かれました。細かな砂1の方を使用しました。完成品を紹介します。動画140で作ったカエルです。艶消しになりました。こちらも艶消しになりました。こちらはマスキングテープで文字を作った瓶です。 マスキングテープで文字を作る場面は後ほどお見せします。マスキングテープ部分は砂を当てても傷がつきません。見やすいように黒い絵の具を溶かした水を入れます。ステッカーとビニールテープを貼り付けた瓶です。 貼り付ける場面は後ほどお見せします。ステッカーとビニールテープを貼り付けた部分は砂を当てても傷がつきません見やすいように黒い絵の具を溶かした水を入れます ガラス瓶です。半透明の文字は木工ボンドです。赤い文字はグルーガンです。ハートと星はダイソーのステッカーです。文字を書いている場面は後ほどお見せします。茶色のガラスは砂を当てると白くなるので、すごくわかりやすいです。にもかかわらず、全く必要ないペンを塗りすぎました。ペンの跡を消しきれずに影響が出てしまいました。 ペンは基本的に使わない方が良いと思います。特に茶色の瓶では使う必要は全くありません。余計なことをしてしまいました。こちらはペットボトルです。木工ボンドとグルーガンで文字を書きました。グルーガンの文字を剥がすのに大変苦労しました。 ペットボトルではグルーガンは使用しない方が良いと思います。見やすいように黒い絵の具を溶かした水を入れます。ペットボトルは砂を当てると簡単に傷がつきます。作業性が良いです。しかし簡単に傷がつく分注意が必要です。知らないうちに知らない傷がついていることがあるので取り扱いには気をつけてください。 プラスチックです。木工ボンド、グルーガン、ステッカー、ジェルステッカーです。ジェルステッカーを貼る場面は後ほどお見せします。グルーガンの文字を剥がすのに大変苦労しました。プラスチックではグルーガンは使用しない方が良いと思います。金属のカップです。左側の渦巻きは木工ボンドです。右側はグルーガンです。 グルーガンの渦巻きを剥がすのに大変苦労しました。金属のカップではグルーガンは使用しない方が良いと思います。金属のパイプです。文字はグルーガンです。ハートと星はダイソーのステッカーです。先ほどの金属のカップではグルーガンを剥がすのに苦労しましたが、この金属のパイプでは簡単に剥がれました。 タイルです。木工ボンド、グルーガン、ステッカーです。タイルではグルーガンは簡単に剥がれました。ジェラルミンです。木工ボンド、グルーガン、ステッカーです。ジェラルミンではグルーガンは簡単に剥がれました。文字を書いている場面は後ほどお見せします。ここからは文字を書いたり、 ステッカーを貼る場面をお見せします。主に使用する材料などを最初にまとめて紹介しておきます。ハートと星はダイソーのステッカーです。ジェルステッカーです。キンブルで税込み11円でした。そもそも粘着力が弱いのでサンドブラストにはジェルステッカーは向いていないと思います。ビニールテープです。キンブルで税込み10円でした。 マスキングテープです。キンブルで税込み33円でした。こちらのステッカーはキンブルで税込み165円でした。木工ボンドです。キンブルで税込み110円でした。パーズクリーナーです。キンブルで税込み162円でした。グルーガンはこれを使用します。 使用する瓶はしばらく水につけてラベルを剥がして石鹸で洗いました。この瓶に文字を書いている場面をお見せします。パーツクリーナーをティッシュに吹きかけて瓶を吹きます。木工ボンドで文字を書いています。木工ボンドは簡単に剥がせるので作業が楽でした。 この後グルーガンでも文字を書きますが、グルーガンは素材によってなかなか剥がれないので気をつけてください。グルーガンで文字を書きます。上下、上下と往復します。上下、上下と往復します。このグルーガンだけなのかわかりませんが、納豆みたいに糸を引くので、その糸が文字からはみ出ないように、 上下往復して糸を切っています。先ほども言いましたがグルーガンは素材によっては剥がすのに苦労するので気をつけてください。はみ出ている部分をデザインカッターで切り取ります。汚れている部分はパーツクリーナーを綿棒に吹きかけて拭き取ります。ハートと星はダイソーのステッカーです。 サンドブラストした後はしばらく水につけておきました。グルーガンの文字ですが、素材が瓶の場合は簡単に剥がれます。剥がした文字です。渦巻きはタイルから剥がしたものです。マスキングテープで文字を作った瓶です。パーツクリーナーをティッシュに吹きかけて瓶を吹きます。マスキングテープを貼ります。 ペンで文字を書きます。デザインカッターで文字を切り抜きます。切り抜いた文字を隣に貼り付けます。 マスキングテープの端を切り取りますサンドブラストした後は、しばらく水につけて、マスキングテープを剥がしましたプラスチックの蓋ですパーツクリーナーをティッシュに吹きかけて拭きます 木工ボンドで渦巻きを描いています。グルーガンで渦巻きを描いていますが、剥がすのに大変苦労したので、プラスチックではグルーガンは使わない方が良いと思います。ジェルステッカーです。そもそも粘着力が弱いので、サンドブラストにはジェルステッカーは向いていないと思います。サンドブラストにはお勧めしません。 ハートと星はダイソーのステッカーです。サンドブラストが終わり剥がしています。グルーガンを剥がすのに大変苦労しました。なかなか取れません。なかなか剥がれません。パーツクリーナーを何度もかけて何とか剥がしました。プラスチックにはグルーガンは使用しない方が良いと思います。金属のカップです。木工ボンドは簡単に剥がれましたが、 グルーガンを剥がすのに大変苦労しました。金属のカップではグルーガンはおすすめしません。なかなか剥がれません。パーツクリーナーを何度もかけて何とか剥がしました。金属のパイプです。先ほどの金属のカップではグルーガンを剥がすのに苦労しましたが、 金属のパイプではグルーガンは簡単に剥がれましたジェラルミンです。パースクリーナーをティッシュに吹きかけて表面をきれいにします白い文字は木工ボンドです緑色の文字はグルーガンです ハートと星はダイソーのステッカーです。サンドブラストした後は、しばらく水につけておきました。グルーガンも簡単に剥がすことができました。ペットボトルです。グルーガンを剥がすのに大変苦労しました。ペットボトルにグルーガンは使わない方が良いです。 ななかなか剥がれません。パーツクリーナーを何度もかけてなんとか剥がしましたガラス瓶です。キンブルで購入したステッカーを貼ります。 ステッカーの外側も貼ります。この部分が余ってしまうので、ハサミで切ります。模様の周りをビニールテープで囲います。囲いました。端をデザインカッターで丸く切り取ります。 こちら側も模様の周りをビニールテープで囲います。囲いました。ビニールテープをデザインカッターで切ります。くねくね曲げながら切っています。いらない部分を剥がします。この状態でサンドブラストしました。サンドブラストした後です。 ステッカーとビニールテープを剥がします。本来ならこれで完成ですが、無駄にペンを使いすぎて、ペンの跡が残っているので消します。ペンを使う必要はなかったので後悔しました。ペンは基本的に使用しない方が良いと思います。台所用の洗剤と歯ブラシです。クレンザーと歯ブラシです。 パーツクリーナーとティッシュです。最終型のタイプ C です。バラして元のブロワーの形にします。接着剤などは使用していないので、 簡単にに元の形に戻ります。先端のゴム部分に開けた穴はビニールテープで塞ぎます先端を付け替えると掃除機になるみたいです。 私は掃除機として使用したことはありません枯葉の掃除、キーボードの掃除などブロワーは普段からよく使っています 伝次郎先生の真似をしています。これで動画ナンバー15を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう、モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。